所在するる植物園である富山県各地の特色ある植物園をつないで県全体を一つの巨大植物公園とする計画。富山県植物公園構想における海浜植物の専門植物園である。富山県博物館協会会員。富山県植物公園構想に基づき、氷見市が整備を行い、1996年に開園した。 6.24ヘクタールの敷地は、富山湾に面し、能登半島国定公園にも含まれる、松田大浜に位置している。この場所は、かつて越中国首であった、大友やかもちによって、松田豪の長浜と謳われ、現在でも人の手が入らず、白車聖賞の光景が維持されている。設計は、長谷川一子であり、競り出した展望台が特徴的な構造を持つ。 展示テーマは、名前の通り海浜植物を中心としており、現時点で海浜植物園を関する施設としては日本で唯一である。2021年春をめどに大規模リニューアルをし、オープンの予定である。館内中央部に位置周辺の松田豪浜や阿武が島の植物を中心に、日本各地の海浜植物が植栽されている。館内外各部に位置 ソテツやパイナップルをはじめとする熱帯、亜熱帯周辺の多くの植物が見られる。館内外各部に位置。ブラシの木やブーゲンビリアなどのツル性植物のコーナーである。建物とは道路を挟んで、反対側、海岸側に位置。松田豪浜の海浜植物が保護、育成されている。展示施設以外には、売店や、また、各種のイベントで活用される展示ホールや、 メインホール、ワークショップなどがある。また、最上階の展望スペースに位置するイタリアンレストラン、シーサイドハウスボルカノからは、富山湾を望むことができる。この場所は以前、ひみカレー学会の会長でもあった、土井博士がシェフを務めるブルーキッチンであったが、彼の休憩に伴い閉店している。なお、最終入場はいずれも、閉園30分前までである。いずれも、 詳細は公式サイトを確認のこと。ありがとうございます。